フォード時代のこの DVD を見てレマンにそれで決まったと、うん、こうやって競わせ移籍金と年俸をワールドカップ出るために移籍しますと、はい、皆さんこんにちは、松井大輔です。今回のテーマは自分がこう渡り歩いてきた遺跡ですね。まずは京都パープルサンダーですね、高校鹿児島実業から、高校2年生の時の国体の時に、はい、京都のスカウトの人が松井君見てるよと、ということはまあプロに行けるのかなと。で高校3年生の9月にはもうサインしてました。京都サンダーに入るという。サインしないと他のねクラブに取られちゃう可能性もある。そうですね、はい、その次にルマンですよね。この時は、オリンピックがあったので2004年ですね。オリンピックシーズンの後行くんですけども、その前にオファーが2つ3つくらい来てて、はい、その中のルマンを選びました。これはどのタイミングでお声がかかったんですか？5月ぐらいに動いてて、ってことはルマン の, その、まあ、スカウトの方々は京都時代の松井さんをご覧になってたと。京都時代のこの DVD を見て、まあ、その時 DVD しかなかったんですよ、はい、今はまあ YouTube とかでね、はい、いろんなあの見れるやつありますけど、昔は DVD をこうばらまいてじゃないですけど、ね、クラブでルマンにそれで決まったと、まあ、代理人もだから日本人の代理人だったんですけども、はい、スイス人の監督だったんで、スイスの代理人も入ってたと。まあこれ簡単に言えば手数料日本人の方にも払い、スイス人にも払ってたっていう2度払ってたんで給料はすごく安くなりましたこの時はすごく給料良かったんで、はい、だいぶいいんですけど、給料下がって海外に挑戦していくという。サンテチェンヌはルマンでまあ活躍できたんで、オファーが何チームも来てたんですけど、まあ、移籍がゼロだったんですね。僕も満了してて、このルマンのチーム11人レギュラーメンバー中8人移籍しました。移籍金が10億近いですから、だいたいそこら辺もみんな10億ぐらいで、7、8、9、10、11億ぐらいの割合でみんな8メンバー売られていったんで、その当時の会長はウハウハだった。ルマンはクラブハウスがでかくなって、またスタジアムもできて、なんでこのルマンの時代は僕も0円だったということで、まあ、いろんなチーム、サンテチェンヌとかシュットガルト、今遠藤君がいたり、はい、伊藤君がいたりしてますけど、はいはい、サンテチェンヌはもうすぐ欲しいと。あとシュットガルトもまあ欲しいと言ってくれる。あとパリ・サンジェルマン、はい、もうルグエン監督ってカメルーンにの代表の監督やってた、はいはい、ルグエン監督、まあ、リヨンでも監督やってましたけど、その監督に会いに行ってパリまで、でご飯食べて来年欲しいと、まあ、移籍金ないから。移籍シーズンが始まるのが6月から8月末なんで、移籍ゼロの人は12月超えたらもうすぐサインできるんですね。だからもう3月ぐらいにここに決めてくれと、順番があるから、取れなかったら次行きたい、はい、まあ、しょうがない、やっぱり行けないっていうのはもうそこで決めて、サンテチームとヒュトゥットガルト、ドイツかフランスかにしようと、はい、ドイツはドイツのエージェントを立てて、フランスはフランス人のエージェントを立てて、こうやって競わせて移籍金と年俸を、選手がやっぱ強いから代理人よりも。最終的にサンテチェンヌに決まったっていうのをシュトゥットガルトに言ったら、シュトゥットガルトがいや倍出すよ、スポンサーはベンツ、そうそうたるスポンサーだから、もう全然車もベンツどうぞどうぞ。でももうサインしちゃった、しちゃってますもんねこれ二重にしたらこれダメなんですよ。でもしこっちで行ってたらどうなってたか僕も分かんないですよね、ドイツに行ってたら、うん、その駆け引きもやっぱ難しかったですね。サンテチェンヌでもういろんな大変なことが起きます。会長が2人いて、
僕があのサンテチエンヌじゃなくてリヨンの近くに住んでて、うん、サンテチエンヌとリヨンっていうのはもうバチバチで、まあ阪神巨人みたいな、そのチーム的に、チーム的に、はいはい、なんでリヨンに住んでんだと、あいつはリヨンに住んでるからサンテチェンヌのやつじゃねえみたいな新聞で会長言い出して、自分もそんなクラブ言いたくないじゃないですか、会長にそんな言われて、うん、まあでもあんま出れなかったっていうのもありますし、はい、難しかった。でサンテチェンヌの時に岡田監督にワールドカップ前出てなかった、出てない人は出せないって言われたんで、出場機会を求めてグルノーブルに移籍します。チームのレベルで言うとちょっと若干下がる、下がります。もうあの1部か2部か下の方ですよね、うん、上がってきたところだったんで、グルノーブル時代にワールドカップに出場して、グルノーブルのすごいサンマクタンドイヤージュっていうところに住んでたんですけど、そこで強盗に遭うっていう、帰ってきたらあれ誰か入ってたみたいな、パスタとか食べ残しがあったりとか、ダイソンの掃除機がなくなったりいい掃除機ですね、使われた掃除機だけがなくなってました、このグルノーブルで。そこはどういうきっかけでそのグルノーブルで決まったんですか？グルノーブルが日本の企業インデックスっていう会社が買ってたので、出場機会もあるし、まあ、そんなにあんま強くないということで、まあ、ルマンとはも変わらない、なんで出場機会が得れるだろう、ワールドカップに向けてその準備だけしようと、ワールドカップ出るために移籍しますと。ここはフランスのチームにいたいっていうこだわりはあったんですか？やっぱこんだけずっとフランスにいるんで、言語4年ぐらいかかりました、言語を。そのでここでドイツに行った場合はこのままちょっと4年間なくなってしまうような感じだったんで、どうしても僕はフランスにとどまりたかったっていうのがあります。でそこでワールドカップ帰ってきてからももう1シーズンやられて、はい、まあ、トモスコに行くんですけど、まあ、この辺ぐらいか、この2010年終わったぐらい、ワールドカップ、やっぱ、なんていうんですかね、もう燃焼しきっちゃって、サッカーあんまりこう、情熱が湧かなくなってきて、やりきったっていうか、ワールドカップ出たんで、自分の目標はなんか達成したじゃないですか。どこを次目標にすればいいか分かんなくなってきて、っていうのがあって、この辺はちょっともう迷走してました、トムスクっていう。でグルノーブルもちょっと経営的に危なかった、あのすごい負けちゃって3度まで落ちちゃった、この時に人生の最大のピンチじゃないですけど、